というわけで今回は成功するヤバいやつの見分け方をご紹介します。まあサイコパスっていうのがね、結構流行りましたよね。いろんなね、本も出たし、ドラマとかでもサイコパスね、アニメでもサイコパスって、まああれはちょっと違いますけどあったと思うんですが、やっぱね、世の中に一定数のですね、サイコパス、まあちょっとヤバいやつらというふうですね、解釈されることが多いですが、まあいると思うんですね。でサイコパスって何なのって話なんですが、サイコパスってね、共感能力がめちゃくちゃ低いんですよ。だから他人の、感情にすんごい鈍感で、だからこそ他人が苦しむような決断とか、他人がギョッと驚いてしまうようなことも決断できるんですよね。だからそういう意味で言うと、例えば企業の社長だったりとか、決断力が要求される立場の人にサイコパスが結構多いとかっていうのは有名な話だし、実際にサイコパスが多い職業のランキングとかを見てみると、1位が企業の社長、いわゆるトップですね、 CEO ですね。で2位が弁護士で、3位が芸能人とかメディア関係者とか、で、トップ10の中にですね、外科医とかも入ってるんですよ。で、これ見ると、なんか成功してる奴らってやべえ性格なのかなと思いがちなんですが、実際はこれサイコパスのいい面もありまして、サイコパスってね、他人の感情に惑わされないんですよ。だから、ある意味容赦がないんだけれども、そして残酷な面もあるんだけれども、他人の感情に流されないでですね、判断とか決断ができるんですね。まあだから、まあ企業の社長とか向くだろうし、弁護士の人なんかもですね、やっぱり、弁護士っていうのは、いや、こいつ明らかにやばい犯罪者だろって人も弁護しなくちゃいけないんで、いちいちその感情にね、振り回されてやっていけないんですよ。とか、まあ芸能人とかもそうですよね。やっぱりね、まあ、ああだこうだいろんな人にね、いろいろ言われるんで、あることないこと言われたり叩かれたりするときに、それにですね、まあ動揺しがちな人がもちろん人間なんで多いですが、普通の人よりは強くないとやっていけない、わけですよ。で、外科医もそうですよね。普通僕らってさ、僕はさ、例えばハサミやつのナイフを持ってて、手をさ、こうやってピーって切ったらさ、この話聞くだけでさ、うわ、いでででででってなると思うんですけど、こういう皆さんはサイコパスではありません。なんでかっていうと、他人の痛みを感じる能力っていうのも、共感能力だからなんですね。でも外科医の人がですね、いちいちですね、こうやって切るときに痛い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 ってなったら手術にならないじゃないですか。自分がその感情に過ぎちゃうとっていう風に、ある意味必要な能力だったりとかするんですよ。でも中にはですね、やっぱり他人の痛みがわからないから、なんか犯罪者になったりとか、シリアルキラーとか連続殺人鬼みたいなのになったりとかする人もいると思うんですが、今回の研究ではですね、そんな、やばいやばいと言われている、サイコパスの中でも、成功するサイコパス、社会的に成功できるサイコパス、成功するやばいやつと、失敗してしまう、もう本当にただ単にやばいしどうしようもないやつ、この違いってのはあるのかということを調べた、そんなですね、面白い研究がバージニアコモンウェルス大学から出ておりますんで、これを今日はご紹介したいと思います。だからもし皆さんの場合にこいつやべえなって思う人がいた時にですね、その人が将来大物になるのか、それともただのやばいやつで終わるのかってことを考える時にも非常に使える、考え方だと思いますね。ぜひですね、参考にしてみてください。あるいは皆さんがちょっとサイコパス感があるんだったら、どうすれば、その才能を生かしてですね、成功することができるのかってこともこの動画でわかると思います。はい。でこちらの研究なんですが、結構変わってます。犯罪者を対象にですね、調査しております。思春期に犯罪を犯したアメリカの青年1354人をですね、7年間追いかける、というですね、観察研究になっております。でさらにですね、この調査の段階で、調査をですね、行っているこの7年ちょいのですね、間にですね、もう一回再犯しちゃった人、つまり若い時に犯罪を犯してしたですね、人たちを集めまして、サイコパス度を測りますよね。で測った後7年ぐらいこう追跡するんですが、この7年間の間にもう一回犯罪を犯す、つまり再犯をしちゃった人たちを失敗したサイコパスで、一方で再犯をしないで社会で成功したりとか、うまいことやっていくことができた人たちをですね、成功したサイコパスに分類してるんですね。でですね、これ調査の間は半年おきに性格テストを行いまして、サイコパス度とか、あとはね、その本人の性格特性ですね、がどういう風に変わったのかってことを調べたんです。で、念のため言っておくと性格はほとんど変わらないんですが、一部の性格に関しては変わったりとか、あとは若い頃は結構性格変わるパターンもあるので、そういったところもおそらくね、念頭において調べられた研究でございます。でですね、結果どうなったかっていうと、成功したサイコパスはですね、追跡調査している7年の間に、性格テストというところのですね、誠実性っていうスコアがですね、めちゃくちゃ上がってたんですよ。急上昇してたんですね。で、この誠実性っていうのは、自分の衝動を抑えたりとか、攻撃性とかをコントロールする、そういった能力のことを誠実性というふうに言うんですよ。で、あとはその、自分をコントロールする能力ですね、コツコツ物事をやったりとか、やろうと決めたことを続けたりとかする能力、これはですね、まあ、いわゆる誠実性というふうに言います。要するに、自制心ですね。はい。のスコアってのが急上昇していたんですよ。そう。つまり、どういうことかっていうと、サイコパスがですね、将来大きな成功
手にする、あるいはやばい人が大きな成功を手にできるかどうか、世の中を見返すことができるのかどうかですね。後ろ指刺された人たちが世の中を見返すことありますよね。少年院とかに入っちゃった人とか、そういう人がですね、世の中を見返したりすることあるじゃないですか。ぶっちゃけね、僕もこの朝倉未来さんとお会いする前にですね、一度ね、しくじり先生かなんかの動画で拝見したんですよ。で、その時には、少年院になんかね、すげえなんかね、なんか、4回だか6回だか忘れましたけど、入ったみたいな話を聞いて、うわ、なんかちょっと怖い人なんだかなと思ってたんですけど、あったらすごくいい人で、ミクルさんがサイコパスかどうか知りませんけど、やっぱり社会に出てから成功する人いますよね。やんちゃだったんだけど成功する人っているじゃないですか。で、あ、でもやんちゃで社会に出ても、成功しないからダメになるか、あるいは社会に出てもね、まだやんちゃのまんまみたいな残念な感じの人っていますけれども、この違いって、その若いところから大人になるまでの間に誠実性を上げることができたかどうか、自分をコントロールする能力を手に入れることができたかどうかで社会を見に出て世の中を見返すことができるかどうかが決まるんじゃないってですね、こういう研究なんですよ。そういう意味で言うと、世の中見返したりで成功して見返したりたいって思う人はですね、まずは衝動をコントロールする能力、自分をコントロールする能力を鍛えてあげた方がおそらく世の中を見返しやすいんじゃないっていうのがですね、今回の研究なんですよね。面白いです。ですよね。で、実際にですね、誠実性っていうのは別にサイコパスとか、やんちゃな人じゃなくても実はですね、必要な能力です。仕事での成功を左右する最も基本的な要素として誠実性っていうのは上がってるので、だからサイコパスが成功するためにも、非常に欠かせない能力にはなってくるんですよね。で、誠実性っていうのはこれ、衝動をコントロールする能力、自分の感情のですね、爆発とかをコントロールする能力なんで、ある意味サイコパスが身につけると最強なんですよ。なぜかというとサイコパスって残酷なこともしてしまえるんですよ。で、その代わり他人からのですね、感情の影響も受けないんで、他人からの感情の影響を受けずにもう淡々と物事を決めて、そして他人に危害を加えてしまうと犯罪者になってしまうので、危害を加えそうになった時にこれをですね、誠実性によって抑える、自分をコントロールすることができるならば、明確な判断能力と他人に叩かれることを恐れない勇気と同時に他人を攻撃してしまう衝動性を抑えている状態になりますから、こうするとある意味最強のですね、ポジションが取れるんですよ。まあだから企業の社長とかは、もしかしたらサイコパスが多いのかもしれませんね、というですね、お話でした。ぜひですね、やんちゃだった方とかですね、世の中を見返してやりたいと思う方はですね、誠実性、衝動をコントロールする力ですね、身につけてみてはいかがでしょうかというお話でした。とはいえでもそんなこと言われてもどうやって衝動を抑えるね、能力が来たらいいのかわからんと、この前もね、なんかね、取引先でね、ブチ切れちゃった人が後輩に怒っちゃった人がね、衝動を抑えられないからね、完食しまくっちゃって、ね、今でもなんか食べてるしみたいな人いると思うんですけど、これね、衝動を抑えるですね、方法っていうのはですね、学べば、そして鍛えれば、自己コントロール能力がつきます。今日のおすすめの動画はセルフレギュレーション、自己コントロールですね。セルフレギュレーション。衝動を抑える7つの方法ということで、具体的な7つのテクニック、およびトレーニングをですね、利用しまして、皆さんが衝動を抑える能力を鍛えるためのお手伝いをするというですね、動画をご用意しています。誠実性を高める方法としても使えると思いますので、ぜひセルフレギュレーション、チェックしてみてください。そして今日2つ目の動画は、もう1個、誠実性を高める方法がありまして、コツコツ何かを行う。何かを習慣にすることによって誠実性を高めるってことが実はできるんですよ。だからほら、ボクシングやる人もそうだし、スポーツ選手もそうだけど、やんちゃだった人がさ、すごいいい人になったりするさ、やつがあるじゃないですか。あれはその何かにね、打ち込んだら必ず練習するときって毎日ね、同じ練習をしますから、ボクシングでも何でもね、キートレーニングとかしますよね。で、こうするとこれがまあ決まった習慣になって誠実性を高めて、で、成功するですね、人の条件としての誠実性をですね、鍛えていくことができるということが分かってますんで、だからちっちゃい習慣をね、いっぱい作ってこなしていくというのは結構いい方法なんですよ。でも習慣なかなか続かない方いると思うんで、その方のためにですね、習慣を身につけるのにですね、最も、いいと言われているテクニック、イフゼンプランニングというテクニックがありまして、これはですね、徹底的に解説した動画はですね、今日おすすめの動画2つ目になります。イフゼンプランニング徹底解説という動画をご用意しています。チェックしてみてください。